モリスパーク駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ダイヤーアベニュー線の駅である。ブロンクス区モリスパークのエスプラネードとポールディングアベニューの交差点に位置し、5系統が終日停車する。当駅は1912年5月29日にニューヨークウェストチェスターボストン鉄道の途中、駅として開業した。その後1937年12月12日に 2位は &B が倒産した際に路線と共に廃止された。しかし、1940年にニューヨーク市がブロンクスとウェストジェスターの境界より南側の線路を購入。1941年5月15日に東駅東180丁目駅間で IRT の車両を使用しシャトル運行が開始された。 1957年には東180丁目駅北で IRT ホワイトプレーンズロード線と接続し、同年5月6日より直通運転が開始された。また、駅のホームは重量編成の列車の停車に対応するように南側へ向けて伸ばされた。その後1979年11月24日、R22 電車が当駅で追突事故を起こした。 1990年代後半には、コンクリート柱と木材で支えられていた元の屋根と、ホームに沿ったコンクリート壁が、金属クラット材の壁と、波型金属板の屋根に改装された。ホーム北側は、トンネル内に位置している駅は、相対式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した2面4線の駅で、半分が森土上に、もう半分が、 トンネル内に位置している。このトンネルには、船内唯一の完全地下駅である、ペラムパークウェイ駅が当駅から約半マイル北の場所にある。このトンネルはもともと2位は1 b が蒸気機関車などの列車の通過を想定して作られていたものであったためそれらよりも、はるかに重量が軽く車体幅も小さい地下鉄車両の通過にあたって特に問題は起きなかった。 駅は2005年7月6日にアメリカ合衆国国立史跡に指定されている。駅には出口は一つのみでエスプラネードとポールディングアベニューの交差点の交差点南西に出ることができる。出口は優雅なスパニッシュミッションスタイルの外観と強固な鉄筋コンクリート造りで有名となっている。背の高いアーチ型の窓とタイル張りの屋根を備えた美しい外観は 建築当時とほぼ変わらず、良質な状態を保っている。また、駅にはかつてもう2カ所で入り口があり、1カ所はライディヒアベニュー付近の出入り口、もう1カ所はポールディングアベニューから南行ホームへ通じる出入り口であった。現在はコンクリート壁により閉鎖されている。ありがとうございます。